すが進学校、ビバ進学校。自己紹介。次はい、ただの人です。特技は空気を読むことです。なんて空気読めねえ。ただの君は早くも自分の高校生活が終わりを告げたことを悟った。よかった、温かいクラスター。次、只野くんは高校生活の目標を古見さんの友達100人作りに決めた。僕がすることは簡単だ。クラスメートに話しかけて。古見さんが友達欲しがってるみたいだよ。友達なるなる。山井さん。なんであの崇高なるお方の名前呼んでんの。呼ぶにしたって古見様だろうがダメ。古見様の隣の席だからって調子狂ってんじゃないわよ。カス、馬の雰囲気のあんたが古見様と同じ空気吸えてるだけでもありがたいってみよ。カス、カス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 、返せ。なんでスカート履いてるの。何言ってんのかな、ただの君は。僕は女だよ、スカート履くのは当たり前じゃないか。それともスコットランドの民族衣装。そうじゃなくて、中学の頃は男だったよね、学ラン着てたよね。何のこと、勘違いじゃない。まったく、ただの君はそういうとこあって。いや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 。幼なじみにはそういうところがある。コミさん、このクラスのマドンナであり憧れ、そして神。今日もうっとりするような美しさで領民を楽しませている。あ、どうも、はじめまして。私の名前はヤダノ・マケル。知がない領民ですが、今はちょっとした目標があります。この身体検査でコミさんに勝つことです。なんかすごい形相でコミさん見てる人いる。